ボンジョルノあっちゃんです。今日のあっちゃんの朝礼タイムは、今日は3月1日ね、今日はね3月1日っていうことですごいね運気のいい日っていうことでね、もうねやっぱりね今日からね二極化するって言われてる。またね二極化って結構ねよく聞くねんけど、いろんなタイミングで二極化する、だん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 二極化が進んでいくって言われてるんだけど もうこんなんね次元上昇とかじゃないと思うよ。ちょっと待って、150-83-71、71、結構ね二極化するっていう 次元上昇、5次元の世界、3次元の世界ってじゃあもう昔よく言ってたと思うんだけどね、これねもちろんねそうかもわからへん、そんなも見えへんしわからへんんだけども、正直あっちゃんもいろんな情報でねそんな話をしてたと思うんだけど、そういう問題とかじゃなく次元上昇とかそういうややこしい言い方するからね、なんかこううさんくさいスピリチュアルに考える感じるけどもね、単純に考えてね目覚めた人は5次元の世界、今までと同じ現状の人は3次元の世界ってあっちゃんは説明してたと思うんだけど、そうじゃなくねやっぱり目覚めた人が人に優しく施せる人は次元が上昇する、次元っていうか、まあ、次元っていうか二極化する、いい人が集まる世界、そして人を傷つけたり人にひどいことをする人、ね、は今まで通りやっぱりね、今のこの世の中って良くないやん、いいな楽しい、人にひどいことしとって生き様楽しい、楽しかったそこにおったらいい、で人を傷つけて人を攻撃してね、それで楽しんでる人ってのはその程度の人なんよね。でもやっぱり人腹立つ、いろんなことされた、でも全てやっぱ許す、で許してでなんていうのかな、まあこれ、まあね、許さへんっていう話をすると語弊を生むんよね。まずね自分のために生きていく、そして人のために生きていく、だから人を傷つけるんじゃなく人を支えて生きていくっていう生き方って2種類あると思うね。人に嫌なことをして自分のやりたいことをやっていく、後ろめたいない、で気持ちいい、それで気持ちよかったら変態よ、ちょっと頭おかしい、でも人を傷つけることによって絶対に自分のどこか、人間って絶対ね良心のない人っていてないのよ、どこかに良心のかけらってあんねん、良心のない人って言ったら平気で人のものを盗める、平気で人を殴れる、人を刺せる、人を刺し殺せる、人を崖から突き落とせる、ね、だからね、一人しか通れへん崖の一本道でね、カイジの一本橋で前の人を押し倒して落としてでも自分が前行くぐらいの人って よっぽどじゃないとおらんのよね。それがカイジみたいに、まあね、100万円やったっけ1000万円やったっけもらえるって言ったらちょっとそういうおかしい人が出てくるんだけど、ただ単に街中歩いとってね、駅の方も歩いとってね、前の人邪魔やから電車道に落として前進む人、そこまでおかしな人っておらんと思う。よっぽど人を傷つけててね、で人を陥れたりしてる人もそこまでせんと思うのよ。それは小さい小さい良心のかけらが残ってると思うね。
で人間ってそういう良心のかけらが残ってる、残ってない人ってほぼおらんと思うんだけど、そんな人たちって人を殺したりしても反省やっぱりするでしょ。でやっぱりね、それだけじゃなくてちょっと小さいことでも全くの悪人なんてこの世の中おらへんと思う。っていうことは人を傷つけることによって自分の心の中でやっちゃダメだなって後ろめたい心ってあると思う。人をにひどいことを言ったりしてても、でもうあいつは悪やとか何やかやって集団になってやってるけど、さあ一人で実際自分でね考えた時に本当にそれやっていいのかなってか頭の中で考えられへん。あ、頭おかしいからね、他人を傷つけてるんだけど、それでも心のどこかで今自分のやってることって本当は正しくないんだよねって絶対に理解してるとあっちゃんは思ってんのよ。そこまで頭のおかしい人ってこの世の中おらんと思う。っていうことはそういう後ろめたい気持ちのまんま今生きてると思う。でもそれに気づいて、あ、やっちゃダメなことはやらんとこ、逆に人をね、人に優しくすることによってどうなるのかなって、まあ、それは考えへんと思うね。でも次元上昇って言われてる、まあ二極化するいい方向に行く人っていうのは自分が良くなるんじゃなく他人が、ね、良くなるにはこうしたらいいなっていう手助け、手を差し伸べることによってその人を助けるんじゃなく自分の心がいいことをしているから徳を積んでいくのね。そこで二極化するんちゃうかなと思うね。だからあっちゃんもいろいろ過去にはひどいこともしてきたけども徳を積める人間になろうと思ってでね、今日ちょうど朝からね起きてきてね、それ撮るまでのちょっと時間のラグがある間にラグってことないんだけどね、時間ちょっと余ってたからね X 見てたのよ。でいつもはねあっちゃんねるのアカウントで見とってんけど、今日ちょっとねおすすめ通知が来てたから、あっちゃんの元アカ、あっちゃん X2 つあるアカウント持っとんだけど元アカの方で見てたね。元アカってブログやってた頃にやってたのか、そっち側はねまた違うポストがよく上がってくるね。でそっち見てたらなんかねすごいこう人を支える動画が出てきてね、ちょっと感動して涙がポロリンと流れてきてね、やっぱり徳積むってすごいいいことやなって。涙って悲しいとか苦しいとかじゃなくね、すっごいなんか温かい嬉しい。だから全くあっちゃんの見ず知らぬのね、海外のおばあちゃんを助ける動画とかね、子供に手を差し伸べる、子供が大人のおばあちゃんを助ける動画とかね、ちょっとしたことやね、おばあちゃんが両手に荷物持ってるから扉を開けてあげるとかね、エレベーターを押して待っててあげるとか、今踏み出してると思うけどね、そういうことはね、普段もね、車椅子の人がね段差に引っかかっとったら押してあげるとかね、まあ、そういうね動画が出てきたんやけど、となんか導かれてるんやろうなって、あっちゃんもできる限り人に手を差し伸べられる人間になりたいなって思ってね、うん、まあ、そうやって今日3月1日にねそういう動画が出てきて、うん、気づくっていうのもなんかの導きかなと思ってね、うん、だからあっちゃんはこの次元上昇するって言われてる3月1日これね3年か前かな、当時に切り替わるっていう、そっからね何年もかけて次元が変わっていって、だんだんこう二極化していくって言われてる。その二極化のタイミングで毎日こう変わるんじゃなくポンポンポンって変わるタイミングってあるらしいね。まあ毎日変わっていってんだけど、その中でも特に変わる日っていうのが冬至、春分、節分、旧正月とかってそういうタイミングがあるんやって。でその3月1日っていうのもその切り替わるタイミングらしいんでね、だからね、2月の28日に何もしない日だよってあっちゃん言ったと思うね。その日は未来について考えましょう。で日記の2月29日におとついなのか、この動画やったらね2月29日はイライラしない、そしてこの3月1日に向けて3月1日は新たなことをしていこうって、今日は二極化するまたタイミングだよって、今日またいろんなことしていると人とどんどん差ができてくるんだよね。だからじゃあこの動画がある3月2日はどうなのか、二元化してるから今日もいやみんなやっぱりねもうそこで二極化してるんやから、人を傷つけることをやめていく、
それが大事ちゃうかなと思うね。だからあっちゃんは結構ね、もう変な人はブロックしていってるって言ってるけど、ブロックすることによって人の言葉を否定する人っていうのはもういつまでたってもダメやねんね。で、人間の心っていうのは変えようと思っても変わらない。自分が変わろうと思わんと変わらない。それに気づいてもらえるためにあっちゃんはこんなことしちゃダメだよダメだよって言ってるのに、まだそんなこと言うてるって人おるけど、言わないとそっから這い上がってくる人の手助けをしてる。あっちゃんはいいことしてると思って、あ、そんなことしちゃダメだよって言って話をしてる、うん、それを聞いて、あ、ダメだなと思って這い上がってくれたら嬉しいと思ってやってんねんけどもね、まあ、それで気づいてくれたら這い上がってください。でも這い上がってくれても、まあ、あっちゃんはブロックしてるから解除することはないんでね、まあ、這い上がっていい方向で生きてくれたらなとは思うねんけども。で、あっちゃんもね、人に傷つけるっていう愚かな行為をしている人たちを助けるなんて、そんなもう大それたことなんでない。それは自分で気づいて這い上がってください。で、あっちゃんはダメなもんはダメって言うていく。そして、手助けできるとこは手助けしていく。そうやってね、善人になろうとは思わへんけども、自分の徳を積んでいこうと思うんでね、まあ、自分で徳を積んで、で死んだらミキちゃんに、うん、こんだけ得積んできたよって言って報告できるような生き様をしたいなと思う、うん、そうね、最近思うようになってきた。だからあっちゃんを傷つける人、まああっちゃんをって言い方おかしいけどね、人を傷つける人っていうのは、まあこう二極化していくからね。で、まああっちゃんを傷つけていく人っていうのは、今は傷つけてるかわからないけど、だんだんあっちゃんとの接点はなくなってくる。そしてその人たちは孤立していくでしょう。まあ人を傷つける人とだけ付き合っていく。で、傷つけるっていうのは、人を傷つけるというか、傷つけやすい、言いやすい人にやっていくね。言いにくい、とてもね、ものナイフを持った、ね、ゴリマッチョみたいな人にね、バーカバーカって余裕はあるでしょ。でも、あ、こいつ弱いなと思ったら言うでしょ。それと一緒で、ね、やばいなっていう人に余裕はあるのよ。まあ、インターネットって特にね、指でやる。画面やからね。画面から出てって殴られることないから、怖くないからね、とんでもないやつに攻撃するやつもおるけど、そんなことしててもね、結局聞かへんしね。で、そんなことしてて、相手がもう接点なくなったら、もう孤立していくんよね。で、孤立したら、ターゲットが変わるだけ。弱いから誰かを傷つけんと生きていかれへんからね。まあそんな生き方しとったらね、本当にろくな生き様できへんのでね。あっちゃんも昔はそういうそっち側やったかもわからへんけどもね、まあそこまでひどくなかったけど、やっぱり誰も傷つけてないかったそうじゃない、誰かを傷つけたことある。でももう今後そういうことはやめていこうって思った。だからあっちゃんは二極化で上の方行きたいなと思ってるんでね。だから今人を傷つけたりバカにしたりそうしてる人たちっていうのは、今改めないと本当に今後悲しい未来が待ってるんじゃないのかなと思うあっちゃんでした。ということで、今日のあっちゃんのお話良かったよと思ってました。高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。毎日徳を積んでいきましょう。